アーレンダールの紋章アーレンダールの位置。アーレンダールは、ノルウェー、アウスト・アグデル県の都市。面積270平方キロメートル。人口39,826人。アウスト・アグデル県の県都であり、南西は、グリムスタ、北西は、フロンラント、トベデストラント接する。アーレンダールは1500年代半ばに誕生した。当時は、アレンダルといった、クリスチャンさんが、 デンマーク王クリスチャン4世によって1641年に作られ、王は市民にアウストアグデル県とベストアグデル県の全貿易の独占権を市民に与えた。この特権があり、補助金を得て防御を固めるクリスチャンさんは難しい立場にいた。アーレンダールの町と農民のどちらにもクリスチャンさんの優遇は耐え難いことであった。結果として、アーレンダールは1622年に許しをもらい、 クリスチャンさんに貿易の中心が移るまで材木を積む場所であり続けた。町に市上市の特権が与えられたのは1723年である。しかし、市周辺の農民たちは法律によってアーレンダールでしか品物を売ることができず。彼らは小型帆船に荷物を乗せて密輸し、デンマーク、バルト海沿岸都市、イングランドで品物を売った。 この状態は1735年まで続き、同じ年にアーレンダールは完全なチャーターを授けられた。このチャーターは、トウモロコシ輸入の特権として、デンマークへ納める税金が付随されており、そのせいで、ひどい貧困とへが、周辺農民に蔓延した。このために、多くの有名な反乱が起きた。反乱の結果として、 クリスチャンさんのような町の特権を持つアーレンダールは王家の宣言によって明らかに1768年に終わりを迎えた。しかし問題は終わりでなかった。クリスチャン・ロフトフスという農民が起こした1786年の反乱は政府に抑圧された貿易の改善が見られたが、ロフトフスは獄中で急死した。アーレンダールでは水運、造船と材木貿易、 アウスト・アグデル地方の重要な産業である鉄の採掘を行っている。19世紀終わりにアーレンダールは多くの裕福な船のオーナーらを排出し、主要な運搬港とされていた。1939年にはノルウェーで4番目に大きなタンカーを保有していた。今日のアーレンダールは小型船の建造、世界でも指折りの大きさのタンカケース生成プラントと同様に電気産業の工場を持つ。 古いノース語でおそらくアーナードルアから発祥した。アルナは和紙を意味する。アンが転じたもので。ダルアは谷を意味する。古い紋章を参考にした。現在のものは1924年から使用されている。小舟を表す。ディールトルンゲン東大市中心街の中ほどには1600年代に建てられた木造建築が残る地域がある。この地域はティホルメンと呼ばれ。 19世紀以前に建てられた建物が残る。アーレンダールの内向はポーレンといい、魚市場とパブ、レストランが立ち並ぶ。ストールとルンゲン灯台は、アーレンダール市の外側の島に立つ。1844年に建設され、1914年に電化された。高さ34.3メートル、2台目のレンズが含まれる。 55分ごとに、市からの船が到着するのに対応する。ディール・トルンゲン灯台は、アーレンダール街の小島に立つ、高さ28.9メートルである、ストール・トルンゲン灯台と双子の灯台として、建設され、どちらも、アーレンダールへ就航する船のために構えられている。アーアンドルベド・フロム・ザ・ハーバー・アーレンダール・ジャズ・ブルース・フェスティバルが開催されている。 スカゲラック海峡に面する海岸から遠く離れた島。メルドーは17世紀から18世紀に輸出港として栄え、現在は博物館とキオスう、そして砂浜がある。下記には毎日アーレンダールから島へ向かう定期船が出ている。アーレンダール近くに E18 が通る。鉄道のアーレンダールスバネン線がネルアウグを走り、ソーランドスバネン線と連結する。ありがとうございます。